学生時は、カンボンドピョンチャン群の五大山にある仏教寺院。韓国仏教会の最大勢力である宗慶宗の第四教区本寺。海立宗の海祖である地蔵立志によって643年に創建されたと伝承されている。高麗時代の923年に信鷹禅寺がおも立てを行った。1276年に新義禅寺がおも立てを行った。 李氏朝鮮時代の1392年に、ウェンダ氏が、おもだてを行った。大層による1407年の仏教弾圧の際、存続を許された88寺院の中に月聖寺の名前はなく、廃寺になったようである。しかし、清掃による1424年の仏教弾圧の際は、存続を許された36寺院の中に月聖寺は、含まれた。1684年。 清川禅寺が、おもだてした。1744年、朝廷により枝て、1752年に観光した。1832年、英丹、ひと派、西安禅寺が、おもだてした。日本統治時代の1911年、寺説令施行規則によって、朝鮮三十本山に指定された。朝鮮戦争時、寺は、反乱軍の拠点になり、全勝した。 現在の建物は1964年以降に再建されたものである。2011年12月16日、89年ぶりに日本から返還された朝鮮王朝儀記の国民歓迎行事が行われた。ガツ政治住職の少年氏は祝辞で日本と韓国の良心的な人たちの思いで成し遂げた、快挙だと述べた。 高来時代中期の多層石塔で高さは15.15 15メートル。朝鮮戦争の際、破壊を免れた。ありがとうございます。